こんにちは、ナフタロウです。ナーフ N ストライクエリートソニックファイヤーブレイズファイヤーを紹介します。ヤフオクだかメルカリだかで 2,3 年前に購入したやつなんですけれども、まあ、3,000 円前後って感じでしたかね。ハンドガードの部分とかグリップの部分とか結構特徴的でかっこいいなって思うんですよね。何よりこのソニックファイヤーの色がすごい、なんだろう、かっこいいなって個人的には思うんですけどね。これいかつい見た目なんですけども、弾は4発しか入らない感じで、ナフ用のレールは上部に1つだけって感じですね。レールは1個だけということで、はい、前なんだろう、ゾンビストライクシリーズでクロスファイア棒っていうのが売ってまして、ここにこう弓みたいににょーんって、はい、出てて、でこう紐でここにね跡があるんですけど、ここに紐で引っ掛けて弓みたいなね形したやつでこう引っ掛けてこう撃つっていうのがあったんですけれども、それの型をね利用したやつみたいで、見えますかね、ここにゾンビストライクって、はい、書いてあるんですよね。そのままちょっと映っちゃってる感じなんですけれども、そのこう弓の部分を取っ払って、純粋に中のバネでも強くしたんですかね。このはい、これコッキングしてあのトリガー引くだけで撃てるって感じなんですけれども、ちょっと遊び方の説明なんですけれども、純粋にあれですね、見たまんま先ごめ式でございまして、前からダーツをセットしていただいて、こちらを、はい、チャージングハンドルみたいなやつ、かっこいいですね、なかなか、でトリガーを引いて撃つと、おお、結構威力、おお、あります。あれ、さっきよりちょっと折ったかな、威力。お、まあ、あれ、ぴょこって出てる。くっそ、ぴょこ、ぴょこ吉かよ、ちくしょう。なかなかこういう構造のナーフはですね、上から順番に打つだとか、なかなか、なんか順番にこう打ってるはずなんですけれども、なんかピョコって出ちゃう場合があるんですよね。個体差だとかそのダーツの状態とかにいろいろよりますけれども、これちゃんと打てましたね。ちょっと一瞬ピョコ吉かと、ピョコ吉ってなんだよって話なんですけれども、はい、何気にこうストック部分もオプションパーツ付けられる仕組みですね。こことここ、拡張性はまあ悪くもないかなって感じですかね。 X ショットのダーツなんですけどね、ちょっと打てますかね。いい感じに、はい、はまったんですけど、おー出ちゃってあー、やっぱいいですね。 X ショットのダーツって短いですから、ちょっと勢いが増したような感じがしますね。ナーフ N ストライクエリートソニックファイヤーブレイズファイヤーでした。重量が 420g で軽いと思います。価格がヤフオクかメルカリで3000円前後で買ったと思うんですよね。横が 38.5cm、 縦 18cm で、まあまあちょっと大きめのハンドガンタイプって感じがしますね。
初速が22-18mpsで、まあ、中古品ですので個体差も出てくるかなと思うんですけれども結構強いですね。ただ4発撃ってるんですけれども上の方が22で一番下が18ぐらいとだんだん、初速が落ちてくるのは構造上仕方ないことらしいですね。はい、相談数が4発でクロスファイア棒の兄弟みたいな感じですごい似てるブラスターでございます。まあまあかっこいい見た目と力も丸で、弾を選ぶかもしれませんねはい、ちょっと弾の状態によりですね、こうなんだ一発目は撃てるんですよ普通に。で2発目撃つ時に一緒に3発目も出ちゃうっていう、もしくはピョコって出ちゃったりとか、私そういうのピョコ吉くんって呼んでるんですけども、結構ピョコ吉くんかなこれって思ったんですけども、弾がいいのだと普通に打てる感じなので、こういう構造のってたまにピョコ吉くんしちゃう時があるんですけれども、やっぱ弾の状態がいいやつ新品に近いのだとそういうのが起きないので、やっぱちゃんとした弾を使う必要があるのかなといった印象ですね。まあ私の個体じゃないのはちゃんとちょっとね弾使い込んだやつでも撃てるかもしれないんですけど、もうチャージングハンドル引くのが個人的に好きなんですけどね。あとハンドガードついてるの私結構好きなので、はい、いい感じだと思いますね。ただちょっと日本で、ね、手に入れる方法がなかなかないっていうのと、アメリカのアマゾンちょっと今売ってるのかなっていう感じがして、手に入れるのもなかなか手軽にはできないとは思うんですけれども、世界もんとかね、アメリカから中古で取り寄せる方法っていうのも中には存在しますのでね、物好きな方はですね探してみてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。